はい、おはようございます。こんばんは、こんにちは。Alright, good morning, evening, afternoon, whatever. Welcome, welcome. はい、ただ始めましょうね。はい、今日は2022年7月11日、今は午後7時、90分ぐらい。で、今日は日本語の勉強211日目。よし、ということで、今日の勉強を始めましょう。いつも通り復習してて。Hire ploy a sub kin prohibited prohibition flute yeah I force it f Fue, fue, fue. Fue, okay, yeah. It's not quite a door. What is it? What's I? The word slips my mind. Worship that. Or actually, adore is the actual word that I was looking for. Don't I can remember this? Abura? Oil, right? It's also you, right? Say you, for example. Abura. 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 Hoshi. 弱い、celebrate、レ、gratitude、salutation、word、isn't it just this、ムラ、ムラ、ムラでしょ、ムラ、ムラじゃなくて、ムラ、ムラ。宇宙の宙したっけ？スペース、right？
宙や宇宙。やった。あ、キラルさん、おはようございます。いらっしゃい。Welcome. Good morning. まあ、荷物の荷。で、健康の健ですよね。はい、健。こう。おはよう。ああ、なんだっけ、体力の度は、そうでした。まあね、それは体力女子。はい、あ、袖欲しい。Officer, official, right? Yeah. Necklace. Well, not necklace, color. Doesn't necessarily have to be a necklace. But. Ah, eje. Axis. Nani? Benevolence, not benevolence. I was thinking of blessing, and blessing is this. What I'm thinking of is that species. この間ちょっと確認したいけど、このスーパーのタイトルで見たことあります。まあ、今のは書きましたね。Blessing という。Yep, blessing。あ、祝いとこういうことは祝福。で、これは福、yeah。Blessing。なるほどね。この素晴らしい世界に祝福を。なんか、友達と、AMQ というやってて、そういうことを気づきました。これは観察、警察、理由、el por qué. で、まあ、これは、blessing。クライマックス。religion。届くですよね。はい、届く。ああ、ブダ祭り、どこかで見たことありますが、忘れました。アンケチエ、まっか。pluck, right?
earnings. それ、melt は、これ、笛、これなんでしたっけ？で。Year of the planet します油で、油、醤油とか。えー。Not quite in jail, in prison. Prison man. あずまくん、こんにちは。おはようございます。これから仕事行きます。頑張って。はい、ありがとう。あずまくんもお仕事頑張ってください。いってらっしゃいかな。まあ。Have a nice day. という。よ。なんか、そうですか。今日なんだっけ？火曜日か月曜日？月曜日。宇宙の宙。Drown. So that, what, eh?今日は火曜日、朝の9時です。まあそうです。そうですよね。日本ならもう火曜日ですよね。確かに。忘れました。ここはね、月曜日午後8時。Nice try. これはなんだっけ？は。答える。Pine tree.That portent ただこれかこんなこといやでもか書き順はね忘れましたいや1 2 3 4 5 6あ
最初から正解じゃないですか。まあいいか。Two, not two, it's like space, like, やさしいかな。やさしい。釣り。で、like scrapers of them. Great. You. れはいろんなやつ。host, right? Sponsor, yeah. It's the same thing to host or sponsor an event if you're the one organizing it anyway. Depending on the context. これは結構あるけどね、漢字の意味、きちんと、きちんと分かってますね、頭の中。でも、英語の言葉は思い浮かべない。思い、なんだっけ、思い浮かぶでしたっけ。はい。ね。なんでしたっけ、英語で。でも、イメージ言うね。きちんと覚えています。たまにちょっと違うな言葉で思い浮かびますね。浮かびます。浮かびますか。だからたまにそんな、どうでもいい。同じこと。この感じ知ってます。もういいか。同じことはね、英語でじゃないけど、この感じ知ってます。もういい。もういい、次。って感じ。エヘ、アクセス。そうで。だから、この漢字も知っているなら、日本語でただして言えますね。これは礼。サルテーションという、どうでもいい。これはお礼、失礼とか。これは禁止とか、ね。もういっか。プロビション、プロヘビテッド、どうでもいい。ただの禁。って感じ。届く。Oh, blessing。さっきのこのスーパーで見た。警察、観察。たまにね、仕方ない。英語の言葉はすごく、なんていうか、正しいというか、ただの英訳。たまにね、こんな言葉を覚えたら、本当にちゃんとその漢字使えられる。でも、それは、たまにだけで。その時に認めます。認める。悪かった。もう一度覚えますね。
それはたまに。pluck. build, right? construct. ちょっと調べたいことがある。ちょっと調べたいことというか、確認したいことというか、コメントはどこ？コメントなんだっけ？はい、ここ構築。なんか最近シャドーバーの動画とか見ていて、なんかこういうことを覚えようとしていますね。だからこの漢字、最近見たことあるんで、こういうことは覚える方がいいかもしれませんね。これはデッキ、のこと。構築。Essentially the build。ゲームだとよく聞くね。ああ、そうですよね。デッキだけじゃなくて、RPG とかもね。なんか、こんなこと、なんか、普通に英語で build ね。パーティー、ああ、そうもね。なるほどね。おお。あ、なら、はい、覚えておきますね。おお、はい。で、この漢字は使えられるようになりましたね。素晴らしい。届く。ああ、でも、ああ、これは結構のやつね。結構の子を見たことあって、それだけで。あ、かまう。なるほどね。かまう？かまう？かまう？忘れました。復習すべきね、この漢字は。まあ、後で。ああ、ゆあふえ。Wait, ちょっと今気づきましたが、ああ、この感じしてますけど、セーフガードとして、主語はただ、守るとセーフガード。あ、なるほどね。いや、セーフガードね。セーフガード。なるほどね。なるほどね。主語はね、シャドーバーから。はい、油、油、醤油。で、岩でしたっけ？で、中と 示すと、休み。
そうで、よし、はい、次。あげます。あ、保存。希望。宝石。シーズという、もう一度かけますか？なんで？まあいいけど、なんか違いましたか？ああ、OK、No problem、よし、はい、ありがとう。No problem なら、よし、はい。宝石、ああ、保留。優先、a priority、支配、control、right、kind of thing、rule、たくさん、夢中、それは夢の中みたいな、ただ一つ。はい、最初から正しい方で書きまし、書いたにしま、振りにしましょあ、冷静。あ、満足。あ、それ、でも、それはよくしますが。どうでしたっけ？あ、こんにちは。スーパーマリオさん、いらっしゃい。お元気ですか？はい、元気です。ワクワク、いらっしゃい。満足。ああ、ユーザー。ああ、保存。何人ですか？あ、出身のこと？あ、スペイン人なんです。保留。宝石。ああ、支配。すごいか。いや、普通じゃないですか。まあ。よし、終わりました。次。しよ、はい。はい、こんな。あ、家庭、ハウスホールド、で、
ちょっとスペイン語を勉強した。あ、そうですか。Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? なんかたまにいっぱいスペイン語で話したりしますね、配信で。たまになんかスペイン人とか南アメリカ人人とか来てく、来てくれる、その時になんかコメントの返信はスペイン語で。でもなんかな、大事な話ならちゃんと日本語で翻訳しようとしますね。あ、bien, perfecto. ¿Tú cómo estás? Muy bien también. Gracias. あ、社会人。尊敬、respect。あ、ちなみに、さっきの北南、東と西はね、これは僕の右手だから、僕によっとって東は これね。なんか配信は逆なんですけど、これはね、リスナーさんとしてこれは西けど、ちゃんと覚えていますえ、それはただね。はい続けましょう。あ、踏み出すかな。はい、聞いてもいいですか、スーパーマリオさん。なんか、あ、日本人ですか。どこから。すごいたくさん漢字、私は漢字できない。いや、まあね、最近ね、漢字の勉強ばっかり。エンジンじゃない、あのままね。仮に、あ、supposedly、ちなみにこれですね、クエート出身です。知りません、失礼ですが、すみません、来たことない。まあ、なんかジオグラフィーって何ですか。なんか、あ、チリ、ジオグラフィーかな。まあ、いつもね、苦手ずっと前からすごく苦手なので、はい、すみません。あ、閉じまる釣り、あ、そもそもはい、で、これは7個。はい。はい、よし。終わりました。アラビア国です。ああ、なるほどね。いや、それ、あそこに、まだ、夜ですよね。いや、夜？朝？いや、朝で。真夜中？どっちですか？何時ですか？ちょっと興味あります。いつも、どこかで、今は何時って、なんか、ラルンというか趣味かな。なんかここはね、午後8時、ウェストコーストというなら
5時。まあ、はね。ああ、深夜、真夜中、いや、あんまり悪くありません。まあ、なるほどね。遅いね。ああ、はい。では、今日はこの4つ覚えましょう。で、あとで覚えたい言葉がああります。まあでも、それもね、スーパーマリオさんはすごい。なんか、いつもね、なんかいろんな人は、僕も日本語を勉強してまして。人は聞いてくるけど、いつもなんか普通にアメリカ人とか、どこかヨーロッパからね、なんかドイツとか。でも、なんか、アラビアから、それは初めて。けど、本当にすごいたくさん感じしてる。まあね、毎日、こういうことしてます。毎日。なんか知らないことはね、まだ多すぎて、なんとかなる。アニメ好きだから日本語を勉強した。まあね、ある意味僕も ある意味僕も。わかります。わかる。はい。Armor。ちょっと読みましょう。This country reverses the element for sprout, given the image of fruits being sent down the earth by a seed planted in the rice field, from where you must embed a connection to the key word armor. いや、この説明はね、ちょっと複雑と思います。The primitive meaning is roots. Important to that word is the image of pushing downward as roots do. だから os。なんか push ね、us。os ね。だから、ちゃんと、pushing として覚えて。なるほど、なるほど。では、書くしかない。ちょっと違う、ちょっと違う。書き順はそれね。それですよね。だだだだ、いや、まさに。鎧、かぶと、まあ、とりあえず、まあ、オスも知っています。なんか、オスと引く。い。登録しましょう。Buenas noches。またね。はい。おやすみなさい。遅い時間に、見に来てくれてありがとうございます。おやすみなさい。また今度。と、頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります。いや、なんか、すごい。
なんかいつもね、いろんな人と英語で話してきましたね。なんか世界中けどでも世界中の人となんか日本語で話すことはね、意外というか全然なんか予想しませんでした。なんかただ日本語なら日本人とだけでと思った。ね、なんか 面白い。あ、で、ヘッドライン。Like the cape and the promontory, the headland refers to. またこれか。なんでなんかこれがあるね。と、これもあったっけ？で、今、何か問題がありますか？はい、あります。さっき言いましたね。まあ、なんか 科学とか、こういうことか、すごく苦手 ので、なんか3つ漢字があるけど何が間違いか、なんかニュアンスとか全然わかりません。で、英語の言葉も全然知りません。なんかだからなんか覚えられません。本当にこういうこと覚えられません。きちんとね、なんか何々、海の底のち、なんかの字かもしれません。として、そこまで覚えられるけど、それだけ？ だからちょっと困ります。ちょっと困ります。なんか、こういう感じの言葉はね、なんか英語の、もう忘れました。ペニンスラでしたっけ、これか。いや、これもケープでしたっけ。で、これはプロモント。混乱してる。無理。こういう感じ、いりますか？覚えなくてもいいですか？本当に覚えたくない。 なんかタコボとはね、あんまり使用でしたっけ、がないね、使い方。はい、ね、だから覚えなくてもいいでしょ。で、obscure、 obscure はね、あんまり使わない。おい、これ、3つ知ってますが、5つ？サルさん、いらっしゃい。三条、なるほどね。三か東条、三かの三、東条は、なるほどね。まあ、いらっしゃい。
あかん。今ね、ちょっと漢字を勉強してますが、めんどくさいの 見つけてしまいました。You're from Hungary? I can't. Is it Hungary? I don't think I can pronounce it properly. Nice to meet you. はい、正直、左2つでいい気がする。ああ、それならこれいります。Oh, yeah, sorry, I'm awful at pronouncing it. Like, we just had someone from, what was it, Arabia. Like, I'm awful with geography and pronouncing names. But yeah, welcome. Nice to meet you. Good, what, middle of the night? Morning? いらっしゃい。だからこれは必要ね。必要か。なんか今はね、中心でしたっけ？中のやつと、最も左のやつしてます。それだけ。でもなんか左の2つならこれも必要というわけです。マイカマイはい諦めます。ただ黙ってて書いて覚えます。一応だけど anyway, I'm struggling with dumb kanji that means the same thing, and there's five kanji for a single word, and like drives me nuts. But yeah, how's it going? Do you also happen to be studying Japanese? なんか、こういうはね、名前とか、ジーナか、チーム、なじゃなくてね、確かに、チーム名のイメージが強いかな、そういうやつは調べた、画像のイメージです。なるほどね。まあなるほどと言ってもそんなに名前とか地名によく使われます。なるほどね。なんか覚えられることはね、そんなめんどくさいことじゃないですね。なんかそまあ漢字の覚えることはね、なんかどうでもいい、どうでもいいというか、なんかちょっと気に入りますね。いや、漢字によって。でもこれはね、今の勉強方法で英語の言葉は出たらね、この暗記ソフトから、この5つか、どっちでしたっけ？さっぱりわかりません。でも、この漢字はね、文脈の中で見たら、多分、いや、なんとなく、なんか、意味の外のやつとか、覚えられるけど、ハランと言われて使うのは岬ですね。
まあ、いっか。もう、なんか、もう知らん。ただ、ちゃんと名前でとかで見たら、その時に、その時が来たら、気にしますかな。とりあえず、覚えたことにしましょう。まあ、確かに覚えたけど、なんか、頭の中、多分英訳がない。いや、でも、英訳がなくてもいいじゃないですか。これ、さす。寿司。まあ、でも、説明してくれてありがとう。おかげで、諦めなかったで、ちゃんと登録しました。書きましたね。書いて、登録して。いいことになります。必ず。Insert finger thousand roots. Observe how the writing order does not follow the elements in order because the final stroke is used for two different elements. Whoa. まあ新しいことじゃないけど、ただね、なんかこれは線となんか普通の他、でも書き順はこんなことね。で、頭の中、なんか動くと働くと比べて、なんか同じことをしているのかな。これは線、これはなんかこんなやつかな。どっかなって。やっぱりね、漢字は面白い。確かに似てる。まあ、なんか、まあね、なんか、そんなこととして覚えてって言われたね、本で。挿入さす。はい、そなんかこの本の言ってることはね、正しいじゃなくても覚え方としてはなんか確かに、なんていうか効果があるというんじゃなくて、なんていうか個人的に好きです。なんか役に立ちました。本当に正しいかどうか分かりません。で、
漢字を覚えられるなら、スピーキー、あのさ、これは一体何？ああ、それはね、なんだっけ、もしからか。もう多いよね。さっ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 。今まで気づかなかった。でも確かにね、その四つはさすね。さす。4つじゃなくて3つ4つ3つ4つ、はい、目はまだ大丈夫、数えられます。いや、数えるは数えられます、はい、まだ数、いや、あ、じゃあこれはね、夜明けとしてしか聞こえないが疲れています。うん、まあ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 、なんて、あ、そう、あ、一文字を無理やり英語にしてますね。あ、無理やり、一文字を無理やり英語にしてますね。あ、どういう意味？なんか、その、やつ、え？あ？あ、すみません。あ、英語のサスというか、え？ん？じゃあ、サス。あ、今日はね、今日はね、おかしいね、フーボーイ、あ、覚えられたやつは、あ、はい、最初はロンリー、ロジック、ライク、まあでも一文字でもイメージとして覚えられるならいいのかな。ああ、さっきの話ですか？ああ、まあ、うん、なんか僕にとってなんか英語できないなら、なんか英語はちょっと無理かもなら、エスペン語はある。それはすごく助かっていますね。で、そういうことは使えられないなら、イメージだけでもいいですよね。感じ。
いやもうなんかさっき日本語は分からなくなってきた。なんか日本語って何？本当に日本語を話してますか？ああ、処理。Deal with Buddhism, right? What was that one? Dispose. Yeah, it is dispose. なんかわざとじゃなかったんですけど。ただ最近、選択していた間に、なんかちょっと日本語で考えみようって。例はめっちゃ使わない。そう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 。すごく、なんというか、便利というか、なんかいいと思います。たった一つの文字はね、漢字は、いろんな言葉で出ているなら、日本人のなんか日本語を勉強している人としてめちゃくちゃ助かります。で、いつもただ理として覚え、なんか読み方は変わりません。それはそれも助かります。ありがとう。 いや、なんか、でも、さっきの言ったけど、論理はね、選択していた間にちょっと日本語で考えようとして、でも論理のことはね、論理的。全然思い浮かべなかった。なんだしたっけ？なんだしたっけ？で、結局、スマホで調べて。だから、そんな小さくても、そんな悔しさはね、今は勉強になりました って感じ。で、処理は、最近シャドーバンの動画を見ていて、なんか、盤面の処理とか、なんか、相手のフォロワーを破壊するとか、返しました。 で、だから、で、それだけじゃなくて、なんか複雑な状況なら、なんか、それもね、処理をするね。なんか、いろんな、なんか、理解できないことがあったら、ちょっと、処理する時間が必要って感じ。まあなんか、処理してる。まだ、あんまり理解できません。処理してますって。そんな使い方もありますね。なんか、プロセス、ディールウィズって感じ。全処理。曖昧もね、影響も影響もしてますが、漢字はね、難しい。電池はね、スマホの電池切れた。電池切れでしたっけ？もう大丈夫ね。でも、電池でしたっけ？電池でした。覚えましょうって。
なんか例えば、スマホの、まあ、スマホじゃだけじゃなくて、どんな機械かな、電池入れたら、で、その、なんか、電池を戻るために、ケーブルを押すこと、言葉がありますか？なんか、そう、なんか、リチャージという英語で、チャージただね。言葉がありますか？充電、ありがとう。それも、思うべきと思いますね。なんか、仮にね、日本に行ったら、スマホのはなんか電池切れたら、で、迷子になってしまったら、これは便利になるかもしれませんね。ちゃんと考えたことね。ただ気まぐれなんですが。では、論理と処理と電池と充電。今日はね、覚えた言葉で、まあ、ありがとうございます。教えてくれて。たまにね、僕の日本語の説明はすごく変じゃないですかと思って と思いますね。なんか、電池を戻るためにのやつ まあでも、なんとなくね、言いたいことは伝わってるわね、なんとなく。そういうことできるなら、僕の日本語はそんなに悪くないと思ってしまうね。たまに。今の説明でわからない日本人いません。なるほど。よしとしよう。なんか多分はね、なんか今のレベルねは多分、なんか7歳の日本人かな 難しいことはまだ知りませんが、なんとなく俺のことを言えることになってきますね、少しずつ あ、びっくりした。まあね。あ、で、これもなんか最近しんどい、渋い、えぐいとか よく聞いています で、こういうことをね、知るべきか。そうか とりあえずね、ちょっと気になります。で、最後はね、漢字はね、ちょっと、めんどくさいかも。でも、曖昧だ。なんか、曖昧はただ、味じゃない。違う。まあいっか。修理と、修理と、曖昧。
で、これは漢字なしね。なんか最近よく聞いたことある気がします。あ、種類。ああ、それはバラエティー、簡易タイピング。なんか、類、なんか、ちょっと質問がありますね。なんか、ただの類と種類と何が違いますか？あ、種類もシャドーバーからじゃない。ある配信で聞いたことあります。でも、ただ雑談配信でした。あ、なんだっけ。何の種類は忘れましたか。でも多分、シャドーバー配信でも聞いたことありますか、かな。聞いたことある気がします。多分。なんか今、なんか、類してますね。まあ、漢字としてさえしてます。でも、類と種類は何が違うと、まりわかりません。なんか、例えば、なんか、人類とか 聞いたことありますね。で、カテゴリー類。と、曖昧、調べたらなんとなく分かりました。おお、ありがとう。調べてくれて。いや、そう、保証もね。この間、保存と保留し覚えていましたので、保証も。保証は、で、仕事、構築と、それは明日からかな。漢字を説明するのに、
別の漢字を使うから難しすぎる。なるほど。ああ、それあるね。はい、ああ、とりあえず。これは明日から。今日もなんか限界と言わないけど、ちょっと疲れてきた。まあでも ありがとう。調べてくれて。ああ、思い浮かぶ。ああ、思い浮かぶ。最近使いたいようになりました。何のため登録します。思い浮かぶ。主語はね、なんか読めればいいですよね、主語は。簡単に言うと、あるいは同じもののつまり。お、いやです。なるほど。たこぼとも。と言ってしまいました。まあ、いっか。なんか、もうそろそろ配信が終わるつもりですね。ので、まあ、いっか。配信終わりましょうかな。ということで、見に来てくれてありがとうございます。教えてくれて、説明してくれて、いろんなことを助けてくれてありがとうございます。本当にいつも お世話になりましたか。まあ、いや、そんな場合じゃないね。まあ、いや、ただありがとう。But yeah, I'm gonna call it a day.
Yeah, thanks for watching. Thanks for hanging out. Helping me out. Really, really appreciate it. It's always huge. And yeah, that's it. そろそろ寝ます。だからここからカナダからおやすみなさい。でもそこに一日を、ね、なんか仕事とか学校とか頑張ってください。from here, good night. But you know, everywhere else, have a nice day, night, or whatever. Just take care, you know? Right, see ya. Bye bye. またね。